えちゃんね、オッケー。こんにちは。こんにちは。本日は水越川公共駐車場に来ております。水越川公共駐車場といったら金剛山か桂木山ですね、ほとんど。今回はもちろん金剛山。また登っていきたいと思います。え、どうした？面白い。何がおもろいの？また金剛山ずっと言ってた。金剛山はいろんなルートがあるから、何回、おい、どこ行くの。金剛山はさ、いろんなルートがあるからさ、何回来てもさ面白いね。100回登ったり1000回登ったりする人もおるぐらいなんで。1000回、そう、行ってるよ。また今回も金剛山登っていきたいと思うんですけれども、本日登りますルートはこれ、不凍と呼ぶのかな、不凍東尾根登山ルート。このルートを通って金剛山山頂を目指したいと思います。はい。ですね、私、この水こ、なんちゅうかわして、この金剛山北ルート登山口からすごい数のルートがあるんです。ガンドガコバルートやダイヤモンドトレイル、この前行きましたよね。で、あとモービジダニとか他にもいっぱいあるみたいなんで、これからも何回かこちらから出発したりすることもあると思うんですけれども、今回は不凍東尾根登山ルートから登っていきます。このルートなんですけれども、成人の方でだいたい約2時間半かなぐらいで登れるルートらしいんですけれども、片道ぬいちゃんの足だったら3時間半か4時間で計画してますので、まあもうちょっと早くなるかな、ちょっとわからないんですけれども、そのぐらいのペースで登っていきたいと思います。で、登山口がこの水越峠、まあ目の前が水越峠の公共駐車場、いつも来てる公共駐車場なんですけれども、ここから左側、この上の道をずっとまだ上がっていったところに右側に入っていく道があるみたいなんで、今からちょっとその登山口見に行ってみます。行こう。上やねんて。ここから、ここにちょうどこういう保安林って書いた標識マークがあって、この間に細い切れ、あ、入る道あります。ここかな、ちょっと入っていってみようか。ここ、はい、怖くないし、ここやな。うん、ここや、ほら書いてる、不凍砦跡、六道の辻、大日岳、本郷山頂、ここやな。水越峠の駐車場から約5分ぐらいで登山口ありました。反対から見たらこんな感じです。入り口、登山口、ちょっとな、日陰になってるからさ、めっちゃ涼しいな。言いたいことあんねんけど言えへん。言いたいことあんねんと言ってや。無理。内緒話。うん。ちょっと簡単に教えてじゃん。簡単な歌。無理。言いたいことは何なんだ。言いたいことはない。ないの。いきなりこういうさ、もうほんまに登山道っていうか、こんなのやってたらちょっと楽しい。気分が楽。で、今日ちょっと涼しいし。カメラで見るとちょっと道が分かりにくそうに見えるかもしれないんですけれども、実際来てみると結構分かりやすいです。で、もちろんピンクとか、ピンクの紐のマークとかしっかりつけてくれてますし、うん、ここちょっとした分岐点があるんですけれども、私下調べしたところ、これどっちもピンクのついてるんで、どっちも行けるんかと思うんですけれども、左から行ってる方多かったんで、左のこの道歩いていきます。問題です。カエルはどこにいるでしょうか。ここかな。ちょっとだけ色が同じだから分かりにくいな。キリガエルかな。そう、気をつけや。すぐ行った方がいい。そうやな、すぐ行った方がいい。大丈夫な。大丈夫よ。
構いっぱいやで、多分、うん、ほら冷たいで、冷たい。姉ちゃんも凍るんちゃうか。汗かいてかゆい。そう、タオル持ってきたんちゃうの。ここの中に入ってる、うん、どのぐらい重たい。結構重たいで、これ結構いっぱい持ってきてるな。これ3キロとか4キロぐらいあるんちゃうの、これ。ここあれやん、タオル、はい、靴下も律儀に持ってきてんねんな、はい、だって帰り、あ、うん、あの靴、この靴下が熱かったら、うん、うん、はい、10キロやねん、これ10キロもないわ。100キロはない。さて、ここちょっとした尾根、合流地点になってますね。左からがどこの道なんかな、これ。もしかしたら右やねんけれども、右っていうか上がってきた方向からはこっちから上がってきたんで左なんですけれども、ここにさ鍵がぶら下がってるね。誰か落としたんかな、これ。ゴールのもうこっちやな。ここの道もとても分かりやすいです。実際来てみたら、あ、こっちかっていうのがもうなんとなく分かるような道になってます。このまま上上がっていきましょう。バツって書いてる。あ、この木な。この木がバツって書いてるな。ということはこの道通ったらあかんってこと？違う、倒れただけ木が。そこの下通ったらブブってなんで？な、なったやろ？え？なったやろ？なんでの？いや、後で動画の編集でブブってつけとくから。なったことにしてくれる、だから。あ、またなった。パパ通ったよ。あれ1時間経ってないな。道の途中です。いつも見ていただいてる視聴者様からいっぱいコメントいただいてるやんか。その中でぬいちゃんのリュックがの肩紐がずれて落ちないように胸元で留めるベルトをつけてあげると歩きやすくなるかと思いますというアドバイスをいただいてるんですけれども、ここがずれて落ちる、でそれを落ちないようにここで留めるようなベルトがあんねんて。ちょっと今日ちょっと時間なかったんで用意できなかったんですけれども、ちょっと今度一回見てみようか、そういうのあるんか。すごいな、この木の、この木なんでこんな風に折れたんやろうな。これ雷かな、雷でこんな折れ方するかな。うん、そうだよ。こんにちは。右にも行く道あるみたいけど、こっちかな、左やな。今この道、こっから上がってきました。こっちの方から一応こっち側にも行く道はあるんですけれども、金剛山はこっちなんでこのまま上がっていきましょう。ここが大きな2つ目の分岐点やったんだな。じゃあ滑っちゃうよ。休憩できそうな場所がありました。結構広くてゆっくりできそう、ここやったら。今現在時間12時15分なんで1時間15分経過です。綺麗に作ってくれてるわ、ここ。これ椅子やんな。椅子ちゃうの、これ。丸太置きたね。丸太置いてるだけかな。入るかな。入ったらよ。はい、とゴミ。もうちょい、もっとずるようやなかった。ゴミさっき入れたんか。これさ、
ゼリー見たくない？でももうさ、ちょっと色違うよ。白とあのちょっとだけ肌色やったからね。なんか綺麗なハート、これ綺麗くない？風がちょっときついから、こんなに寒くなると思わなかったわ。雪？いや、雪なんか降るわけない。雪なんか降るわけないよ。パパは食べてるの？この辺りからちょっと道がさ、スーって広くなってて、ちょっと分かりにくくなりてきたような感じはあるんですけど、よく見るとリボンついてたりとかしてるんで、だいたいこっちかなっていうのは分かります。休憩所かな、休憩場所かな。今までさ、このふ頭東をね、すごい優しい道がずっと続いてたんですけど、やっとちょっと急登っぽくなってきたかな、この道。どう？これでもまだマシか。帰りも一緒？そうやな、帰りはもうこのふ頭東をねの往復になります、うん、やっぱりこの道ちょっと急登やな。急登また続きますよ、うん、行けそう？もう少し、こうもうちょっと、そうそう、下がほら、ちょっと待ってくれる？ここやねん。ふ頭砦跡に今到着しました。到着？砦跡なんで何もないんですけれども、ここに分かりやすく書いてます。椅子もある。椅子もあるな。即席で作った椅子みたいなのがあります。今時間が1時20分ですので、出発してからおよそ2時間5分が経過しております。それでですね、このふ頭砦跡、右方向に道があり、また左方向にも道がある、分岐点となってます。で、ぬいちゃん今左方向降りていってるんですけれども、そっち間違ってますよ。元気よく降りていってくれたら嬉しいけど、残念ながら2分の1の確率間違ってました。ここほらよく見ると、ここに水越峠バス停って書いてるんで、こっち降りていくとダイヤモンドトレイルかな。なのでこの反対側、こちらですね、このベンチのある方向を進んでいきたいと思います。みーちゃん、ほら後ろを見てください。うわ、きれい。桂木さんがちょっと見えてきたな。桂木さんのほらロッジみたいになったやん。あそこやな、向こう。ということはさ、高さもうほぼ山頂やな、この辺が。もうちょっとや。下がさ、すごい綺麗な絨毯みたいになってるね。なんか不満とか綺麗。いや、その気持ちはわかるけどさ、これ不満と行くのは無理やで。優しい気持ちは組みたいけどさ、この花踏まないで上まで登っていくのはちょっと無理ちゃうか、さすがに遅くなっちゃうね。ギターもパパ一緒にさ、ギターやりながらして人やなーって、イノシシ来てるさ、追いかけられてさ、ダダ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 ダ
何がその出てるのギター？うん。そんでうるさくて逃げてさ。あ、イノシシ撃退法。向かった時ってなった。何の時って？ここハートあるよ。ハートどこにある？見せて。ここ。え、見られへんよ。なんで？だって中にあんねん。中にハートあるの？うん。ドキドキってなってるよ。あ、そうね。さて、着きました。ここが六道の辻って書いてます。あ、ここも分岐点かななってるんですけれども、こっちの道はちょっと どこの方向に向かうのかちょっとまだわからないんですけれども、とりあえず山頂の方はこの大きい道なんでまっすぐ行きたいと思います。金剛山はまっすぐですと書いてます。なんかさ、これわかりやすい。一見さ、道はこのまままっすぐかと思いきや、これ行ったらあかんっていう風にしてんねん、してくれてんねん。こっちは、ほら、このさ、ちょっとバックしてみようか。ちょっとここわかりづらいけど、作ってくれてるこの標識、よく角度見てみたら、あ、こっち？そうやねん。まっすぐなってないよ。ほんまはこうやってまっすぐこっちになってるよ。そうそう、角度的にもこっちやな、正解は。ここちょっと注意。ピンク書いてんの。あった？ほんまや。これは分かりにくいぞ、このちっちゃいの。破れてんのかな、うん、ここにちっちゃいピンクあるな。まあでも大体これは分かるでしょ。ただな、黄色のテープ、これは行ったらあかんっていう意味だから、それから別の道なんかがちょっと分からないんですけれども、黄色は合ってる意味。そう、とりあえずここやと思う。ちょっと危ないけどね。そう、多分ちょっと集まってきたな、太陽出てきたから。今 この道からこうずっとこっちの方から上がってきているんですけれども、今別の登山者の方、こっちの道からも上がってこられたんで、もうこの辺あっちこっちから道が合流しているようです。右手にもうちょっと道があって、左手にも道があって、多分合流していると思うんで。実験だ、行こう。パパ左から、姉ちゃん右から行ってみます。じゃあ行くよ。多分合流できると思うから。危ない、道違うやろ全然。まあいろんなところ合流してるような感じやな。パパあっちかな。あ、やっぱりそうやな。この辺りもう虫をえい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 って言ってる。そうな、ここから通ってきた。あ、そう、こっちから。しんどい、走ってきたけど。やっぱりこの山頂の近くの道は多分ほとんど合流する道ですね。何これ、明るい。あ、見て左、大日岳。ここか、初めて来たな、大日岳。ここに書いてるこの大日岳なんですけれども、これ1094m で、で一応金剛山の北にあるピークになってます。このふ頭、東尾根ルートを通れば金剛山山頂に着くまでの間にこの大日岳通ることになります。もうそしたらもうこのまっすぐ行ったら金剛山山頂もうすぐです。大日岳で一応今時間が2時10分ですので、2時間55分ぐらいかかってます。あ、ほら上見て、上見てくれる？ほら電線が走ってるんで、もうこれが見えるってことはもう食堂とか、あの神社お寺がもう近いってことなんで。宣伝どこ行ったん？宣伝？宣伝って何？なんかさ、うん、なんか電ビリビリ流れてる。あ、電線な。電線はどこ？今ちょっと見失ったな。兄ちゃん、これなんか見たことない？これ。なんかある。あるよな、これ。この前、青毛道から登ってきたんですけれども、その時は確かこっちの道から上がってきました。今、合流地点入ってきましたんで、もうあとはここまっすぐですね。一応ここ2つ
分かれてるんですけれども、もう上見たら電線走ってて、確かこの電線伝いにずっと歩いていけば食堂とお寺か神社かの裏手に出てきたと思うんで、このまま真っ直ぐ行きたいと思います。こっち、いやリレーやってこっち、これこれ、これがこれついた、ついた、ついた、わかんの、これで真っ直ぐ行ったらついた、そうなん、うん、ついちゃったな。とりあえず山頂まで行くか、先。これが天保臨時になります。お前、車いっぱい止まってたのに。時間帯遅いからかな、ちょっと。売店も遅い時間やからもう閉まってるな。金曜日、定休日や。なんでな、外でやったらいいやん。別に。自動車の匂いする。はい、着きました。金剛山山頂。時間が2時25分なんで、3時間10分やな。3時間10分に到着しました。当初予定では、4時間だったんで、50分ぐらい早く到着できました。雨ちゃうと、雨。雨や。なんか作んのかな、ここ。この角度で撮った方がさ、山頂ってどんなとこか分かるよな。30度。こっちから。30度。持っとった方がいいよ、角度じゃ。よし。じゃあ、お願いします。お願いします。カメラに向かって。やっほー、やっほー、映ってるかな、もっと後ろかもしれない。みんな見てるん？今日は姉ちゃん、お昼ご飯うどんです。冷やしうどん。鳥と一緒に見ようか。鳩や、鳩、鳩。鳥って言っても鳩やで。鳩、鳥って言ってもみんな喜ぶ。怖い。後でやっていいけどさ、今来たら大変やん、こんなの。こうやっていいと、うまそうやん、これ。そしたらどうぞ、食べてください。はい。食べないで、飛んでいったさ。上やって、もう出しよった。くっさ、あっち行って。パパやってくれ、パパやっつけてほしいわ、やっつけてて、かわいそう。そしたら休憩しましたんで帰りましょうか。なんでトランプは一回だけな、つけて、はい、じゃあ一試合だけな、どんな感じ。13、1、あ、しまった、負けたわ。やりや、え、いや、やりやでも負けたよ、パパ。え、でも1個出せるよ。いや、出したって終わりやろ、負けたよ。じゃあスピード、いや、負けたよ、終わり。よし、そしたら帰りましょうか。今時間が、35分です。35分から、同じルートで下山していきたいと思います。でさ、なんかない。そう？あ、やり、見えんかって、太陽が。一つが、ずっと回ってるビデオカメラで、もう一つが、
30分か1時間に1回撮られる写真のカメラかなになってます。ぬいちゃんの好きな鳩がそこ座ってんで、2時間弱ぐらいで多分降りていけるんじゃないかなと思ってます。5時までには帰れそうな感じですね。そうやな、左行ったら青木道なんでまっすぐ帰ります。六道の辻に戻ってきました。こっちですね。こう、こっちから切って、このまま。砦跡まで戻ってきました。さてどっちだったでしょうか。分かった、こっち。どっち？こっち。正解。待って、こっちさ、最近さ、間違えて言ったとこ。そうやね、よう覚えてたな。じゃあな、この保安林っていうこの縦看板がある方角が、いやでもそっか、右でも水越し峠って書いてたな。どっちから抜けんのかな。どっちからでも行けるな。大きいな。ハワイ。ヤッホー。めっちゃ男前や。そう。あったよ。はい、姉ちゃんお疲れ様です。お疲れ様。今時間が、5時5分なんで、だいたい約1時間55分で降りてこれました。怪我なく無事に帰ってこれたので良かったと思います。姉ちゃん今回、富東東尾根コース通ってみたんですけれども、どうでしたか？良かった。どういうところが良かった？なんか、ちょっとだけ滑るとこあったけど、うん、なんか、山頂の階段すぐそこにあるやん。そこの階段が階段なんかいい、その階段そこが滑れへんから。この、富東東尾根コースなんですけれども、なだらかな道があったり急登があったりの繰り返しです。びちょびちょ濡れてたりする道でちょっと滑れそうなとこはあったんですけど、基本的には安全なコースだと思います。ただちょっと分岐点がいくつかあって、間違えて進んでしまうと迷子にはならないと思うんですけれども、
違った道に外れてしまうようなコースです。そこだけ気をつけたら大丈夫だと思います。じゃあぬーちゃん最後に一言お願いします。じゃあね、オッケー。